にちは。こんにちは。どうも、はじめまして。こんにちは。どうも、はじめまして。はじめまして。さて、まっさり行きたいなと。はい。すいません。もういち早くここだけバッサリ行っちゃったの。はい。じゃあ、ここに合わせよっかって。え、じゃあ、それは。で、いつもこういう感じの模様も。いろいろ来ます。本当？はい。スカートいや、ミニ行った方がいいです。ロングはまだない。あ、なるほど。ミニスカートは履いちゃう。はい、履いちゃう。結構ガラッと変わってくる。はい、お待たせします。女の子の可愛らしさがグッと出るような感じのベリーショートというか。はい。ベリーショートって言っても、もうね、指で溶かしたら、はい、少し毛流れができるとか、はい、あとシルエットがね、丸い方がいいかなっていうね、まあ。そういうところが出るぐらいな感じで。はい。で、意味は何？美容をやってたので、また美容にもうちょっと戻りたいなって。美容っていうのは美容師？いや、お化粧のコスメの方。メイク関係のものを撮りたいな。はい。ちょっとジャケット少し下げて。はい。それ綺麗だね。長いですよね、なんか。あれ長いのもいいな。あ、そうなの。そう。だってほら、ここから上にあればあるけど、はい、例えばこれコンパクトになった時に、はい、足元から一番上までのバランス、はい、端との芯とか9等芯とか、はい、7等芯、8等芯、9等芯、上に上がっていくほど、上と比べて下がる。こうってなる。首が長ければ上にグッとポイントが上がるから、うん、みたいな。え、嬉しいです。で、日本って大体首がちょっと詰まってる、うん、なので首があんまりできないんですよ。で、首ができないことこうみたいなと、前から見たらこの距離感もあるけど、後ろから見たら肩がこんなきてる。だから頭がでっかく見える、うん、ここにこれだけこの余裕が出た方が本当に中が見えるから小さい。よし、決まりました。はい。あの、どんなヘアスタイルかは、なってください。はい、お願いします。はい。ショートにしたことはある？ないです。ボブ。あ、こんぐらいの、ちょっと長めのボブです。ほんと？はい。じゃあ、初めてなんだ。はい。おぉ。こう。早い、はい、ドキドキするでしょ。はいはい、しわせしないで、はい、勇気が僕が振り絞って可愛い仕事にしたいなって思ったの。いや、もう痛みすぎて、あ、もう乾かすのがちょっと疲れました。ボブってみんなやってるんで、ちょっとボブじゃないはい。ちょっと切った状態を見て、はい、またちょっと色変えて写真もね、見ましょうか。すごい。せっかくなのね。お願いします。美容部員さんに撮りたい。なんかメイクみたいなのメインでやってみたいな。うん、メイクはい、機会があるから学校行けたら。ああ、撮影とか。はい、ああ、すごい。はい、誰にも言ってないです。あ、そうなの。なんか切るかもって言って、うん、へーって、うん、だって本当に切るとは言ってないです。うん、切るっていうにも程があるでしょ。誰って言われそうです、うん、何事にも人生はちゃんと進まない。ありがたいです。メイクに戻りたいってことは前もやってた。ちょっとだけ、うん、あの美容部員やって、うん、まあいろいろありまして、やりたいです。で、今クッキーやった。美容部員のデパートのショッピングセンターの中の、うんうん、メイクです。あ、本当に、うん、そこからメイクしてる。もうご
飯と化粧品両方こっちって言われたらもう選べないですね、うん、あ、そうなの、はい、普通に食べちゃうの。いや、食べないです食べない食べないですけど、どっちにも同じぐらい愛が強いです。愛が強いね。僕もお前はね、メイクの両方です、うん、そうだね。そうだけど絞ってるんだけど、はい、でも案件によってはまだメイクが多いですから間に合ってる。実家のお母さんとかお父さんに言ってない。いや、お母さんにはさらっと言いました。ああ、そういうことするか。はい、は言ってないと思います。どっか知らない女の子ですそれってなっちゃう。背中向けると待ってる。お父さんにそっくりなんで私が。そうなの、はい、決めないんですか。いやいや、普通の女の子とおじさんなんですけどお母さんが切るって言ったら、え、二人パパがいるってことって言われちゃって。一回も秋ぶくりでしたくて、ちょっと海外に出てみたいなって。そういうこと。全然平気です。でも喋れないんですけど、うん、一人旅とか好きです。あ、本当？喋れない、喋れない、喋れない、喋れない。はい。なんとかなります、うん。人間だから、みたいな感じです。うん、あ、そしたら喋れるんだよ。お勉強は苦手です。うん。しかも大丈夫かな。英語が上手くなってから、海外にちょっと日本で行きたいとかっていう感じだったら、はい、なかなかね、上達しないというかさ、キリがないかもってことだから。はい。でも行っちゃって、まあなんとかなるっしょって言ってパッと行動できる人の方が結局は、ね、度胸があるからなんとかなるさみたいなところが、うんうん、すごい。ね。